便利でしょうをお送りしたいと思います。アンジュさん、はい、よろしくお願いいたしま す。それでは早速ご紹介しましょう。まず最初はこちらでございます。はい、今日は何でしょう。はい、こちらコルクポップスレガシーと申しまして、6300円の商品なんですけども、これ何かと言いますと、ワインのコルク栓を鮮やかにかつスピーディーに開けることができる。見たい。スピーディーに開けることができてもいいんです ね。それはもう普通なんですよ、うん、鮮やかに鮮やかに、鮮やかに、ここがポイントでございますので、鮮やかなんですね。ご覧ください。いきますよ、まず最初こちらにですね、4つのね円形のナイフがございます。ここでカチャッとこれを挟んで、まあ、取るんですね。そうなんです。もうここからその鮮やかさ始まってますからね。これをくるっと回すだけで、カポッと、もうすでに鮮やか始まってますよね。そしてここからさらに参りますよ。長いこの針があるんですけども、この針をですね、コルクの真ん中にシュッと刺します。ラクラクさせるんですよ。なぜかと言いますと、この針にはですね、テフロン加工されてますので、クッと刺すことができるんですね。力いりません。力入れてないんですか？全く入れてないです。入ってるみたいに見えたけど。